皆さん、こんにちは。グラビア時代を経て、現在は女優として活躍されている吉岡里帆さん。可愛らしい顔立ちで人気のある吉岡里帆さんですが、女性受けは悪く、嫌いすぎる、という声が多い様子。さらにご利用施設もあるようなので、今回は吉岡里帆さんが嫌いと言われる理由について、情報をまとめました。また吉岡里帆さんといえば、日本を代表する俳優、佐藤健さんとの熱愛報道がありました。そんなお二人の熱愛報道は2023年の現在でも覚えている方は多いのではないでしょうか。そして週刊誌や本人たちの SNS の投稿でも話題になりました。合わせてお二人の熱愛報道の真相や破局理由、復縁の可能性についても徹底解説していきます。まずは簡単なプロフィールをご紹介いたします。本名吉岡里帆、生年月日1993年1月15日、出身京都府、身長158センチメートル、血液型 B 型、職業女優、所属 A チームグラビアアイドル。女優として人気のある吉岡里帆さん。吉岡里帆さんのデビューのきっかけはよくあるスカウトでもければオーディションでもありません。吉岡里帆さんは芸能事務所に自ら売り込んで芸能界デビューにつなげています。すごい情熱と行動力ですね。グラビアアイドル時代を経て、現在は女優業で活躍されている吉岡里帆さん。2016年、 NHK 連続テレビ小説朝が来たで注目を集めました。同年、結婚情報誌ゼクシーの9代目 CM ガールに抜擢されると、映画明けガラスやドラマゆとりですが何かなど話題作品に出演。また自他かともに認めるアイネコ家、動物写真家である和合光昭さんの人気番組岩合光昭の世界猫歩きの劇場版ではナレーションを務めるなど幅広く活躍されています。癒し系の眼差しで見ているだけでホッとさせてくれる女優の吉岡里帆さん。しかし世間では嫌いすぎるという声が多く、その中でも特に女性受けが悪いそうです。また吉岡里帆が苦手という声も多く見受けられます。ちなみにこれらはネット上の一部の意見ではなく、週刊女性によって行われる名物企画嫌いな女ランキングで2000人の女性へのアンケートによって集計された女が嫌いな女ランキングの11位にランクインしています。あざといとよく言われている吉岡里帆さん、そのあざとさが女性受けの悪い要因の一つになっているようですが、反対に男性からはあざとくて可愛い、最高との声が多く見受けられます。女性受けが悪く苦手と言われがちな吉岡里帆さんですが、男性受けはかなり良いようです。なぜ吉岡里帆さんは男性受けが良いのに女性受けが悪い&苦手と言われているのでしょうか。それには大きく分けて7つの理由があるようです。1、女性受けの悪い顔立ち。色白で大きな目、小顔で小動物のような印象の吉岡里帆さん。美容外科高須クリニック名古屋院院長高須幹也さんが吉岡里帆さんの顔立ちについて以下のようにお話しされています。黒髪で色白で肌が綺麗で丸みのある輪郭で、鼻も極端に高すぎず顎も出すぎず、丸くてクリッとした大きな目といった顔は男性受けするので、同性からは嫌われやすいかもしれません。確かに圧倒的美人な女性は同性からも良かれやすい傾向にありますが、吉岡里帆さんのように女性らしく親しみやすい美人は同性から嫌われてしまう傾向にあるのかもしれません。 2. 女性受けの悪いメイク。吉岡里帆さんの顔の特徴として垂れ眉も印象的です。垂れ眉はおっとりした雰囲気が出るので男性受けが良いですが、美を求める女性からは受けが良くないようです。ちなみに垂れ眉メイクではない吉岡里帆さんの画像を見ると普段とは印象がガラッと変わります。 3. あざとい。吉岡里帆さんのあざとさが特に話題になったのは日清どん兵衛の CM。 狐に扮した吉岡里帆さんの表情や仕草にあざといと注目が集まりました。 4. 男性に媚びてる。吉岡里帆さんは男性に頼るのが上手らしく、
よく男性関係者に相談をするそう。またスタッフさんへの気配りも抜かりがない様子。共演者のマネージャーにも気配りができるので、現場で吉岡里帆さんのファンになるスタッフも多いようです。またインタビューの際にもインタビュアーに積極的に逆質問するんだとか。おそらく吉岡里帆さんはアメー上手で、特に男性へのアメー方を熟知している様子。そばから見たらアメー上手で気配りのできるいい女性という印象ですが、女性受けの悪い可愛い女性がこの行動を取ることで同性からは嫌われやすいようです。5、演技がオーバーすぎる。これまで多くのドラマ、映画に出演されている吉岡里帆さんですが、その演技がオーバーで不自然と言われています。特に2019年10月11日から12月6日放送のドラマ時効警察始めましたでの演技が不評だったそうです。コメディタッチのドラマなのであえてオーバーにしているのかもしれませんが、動画を見ると確かに演技がオーバーすぎて不自然かもしれません。6、地味でモテそう。吉岡里帆さんはそれほど派手な顔立ちではなく、むしろ地味な顔だと言えます。地味で清楚な顔立ちほど男性にモテるので、女性からすると面白くないようです。またよく見ると整ってない、静止画はいまいちという声も多く、地味で正統派美人じゃないのに男性受けが良いのが気に入らない女性の視聴者が多いようです。7、美人の苦労話が嫌い。吉岡里帆さんは長い下積み時代を過ごしてきた苦労人。デビュー当初は京都に住みながら夜行バスで東京に通い、車中でいつか売れたいと闘志を燃やしていたエピソードは有名です。しかし徐々にドラマや映画に出演できるようになり、2018年1月16日から3月20日放送のドラマ「君が心に住み着いた」や2018年7月17日から9月18日放送のドラマ「健康で文化的な最低限度の生活」では主演を務めるも、原作は人気だったのに視聴率は振るわず、苦しい下積み時代を経て現在の地位を獲得したのはすごいことですが、その闘志が透けて見えるのがいやらしい、性格きつそうなどの悪印象につながっているようです。そもそも女性は美人の苦労話が嫌いです。女性の視聴者はそのあざとさを嗅ぎ取り、結果女性受けが悪い&苦手と言われる状況になっているのだと思われます。また吉岡里帆さんはゴリ押しされてるから嫌いとの声もあるようです。これほどあざとい、女性受け悪いと嫌われている吉岡里帆さんですが、女優としては売れています。また吉岡里帆さんは2018年に開催されたゴリ押しされていると感じる女性芸能人トップ10の第1位にランクインしています。ネット上でも吉岡里帆はゴリ押しされてるという声が多数見受けられます。調べてみると、あまり売れていない時代からドラマや映画 CM によく出ていたため、ゴリ押しと言われていた様子。確かにまだ演技力や知名度が認められていない状況で多くの作品に出ていたためゴリ押しと言われていたようですが、最近では演技力も知名度も高まってきています。これからはゴリ押しと言われることは少なくなってくるのではないでしょうか。実際に女性受けが悪いことが分かりましたが、逆に男性受けは抜群の吉岡里帆さん。そんな吉岡さんですが、俳優の佐藤健さんと熱愛報道があったことはご存知でしょうか。佐藤さんも吉岡さんもドラマや映画、雑誌のモデルや CM など幅広く活躍しています。続いてはお二人の熱愛報道の真相について迫っていきましょう。まずは佐藤健さんのプロフィールをご紹介いたします。本名佐藤健、生年月日1989年3月21日、出生地埼玉県、身長170センチメートル、血液型 A 型、事務所アミューズ。佐藤健さんは高校2年生の時に原宿でスカウトされて、現事務所であるアミューズに所属することになりました。2006年に漫画を原作としたドラマ「プリンセス・プリンセス D」の河野徹役で俳優デビューを果たします。その翌年には人気俳優の登竜門とも言われている仮面ライダーシリーズの仮面ライダー電王で、ドラマ
映画初主演を果たします。2010年放送の NHK 大河ドラマ龍馬伝で時代劇初出演ながら岡田伊蔵役を見事に演じきり、演技力の高さが話題になりました。日本を代表する俳優としてとても人気のある佐藤健さんですが、たびたび女優との熱愛報道が上がり、共演者キラーという異名を持っています。歴代の彼女として噂が上がったのは石原さとみさんや不倫疑惑となった広末涼子さん、泥酔お姫様抱っこ事件として世間に衝撃を与えた前田敦子さんなどがいるようです。この中に若手女優の吉岡里帆さんの名前が加わることになったようですね。今をときめく若手女優の吉岡里帆さんと佐藤健さんに熱愛報道が上がっていたようですね。また芸能人同士が交際に発展する場合、よくあるパターンとして以下の可能性が挙げられます。1ドラマや映画などでの共演、2もともと知り合い同士は出身が同じ、3知人の紹介。佐藤さんと吉岡さんが出会うきっかけとなったのはどのパターンでしょうか。それぞれ見ていきましょう。1ドラマや映画などでの共演、芸能人カップル誕生の定番ともいえます。ドラマや映画で恋人同士、撮影期間に親睦を深めたことによる発展で数々の熱愛報道が生まれました。佐藤さんも吉岡さんも数々の作品に出演されていることから共演の線もあると思っていたのですが、なんとお二人の共演作が見つかりませんでした。俳優女優の交際発展の可能性がある共演がきっかけではありませんでした。身もともと知り合い同士は出身が同じ、もともと知り合いや幼なじみである、出身や年齢が同じなどの共通点で仲良くなり交際に発展するパターンです。幼なじみの場合だと一般人のお相手とゴールインするパターンが多いですが、出身地や年齢が同じだったりすると共感できるものもあります。佐藤さんと吉岡さんにも当てはめて考えてみましょう。まずもともと知り合いは幼なじみなどの可能性ですが、これはないに等しいと言えます。高校生の頃から俳優デビューを果たし、仮面ライダー電王で女性から絶大な人気を誇っていた佐藤さん、一方でアルバイトを掛け持ちしながら養成所の費用やオーディションを受けるための交通費を自力で稼ぎながら女優を目指していた吉岡さん、芸能界に入るきっかけや活躍の仕方も異なり共演もなかったことから知り合いの線は必然的に消えます。また年齢に関しても2022年の時点で佐藤さんが33歳、吉岡さんが29歳とそんなに離れてはいませんが同い年ではありません。出身に関しても佐藤さんは埼玉県、吉岡さんは京都府です。3知人の紹介。お互いの共通の知人友人が開く食事会などがきっかけが多いです。知人友人の紹介になるので全く知らない初対面の人よりは警戒が薄くなり、特に芸能人同士の紹介だとお互いの存在を知っています。佐藤さんと吉岡さんが出会うきっかけを作ったと言われているのが俳優の城田優さんです。城田さんと佐藤さんは付き合いも長く、お互いが仲良しであることを公表していました。吉岡さんと城田さんの関係としては2015年に上映された明けガラスでの共演が挙げられます。また佐藤さんと吉岡さんの共通点としては猫が好き、アニメや漫画が好き、ゲームが好き、映画舞台鑑賞が好きなどが挙げられ、お互いのことを知る城田さんが二人を引き合わせたのではないかと言われています。お二人の出会うきっかけが分かったところで、なぜ熱愛報道が生まれたのかを解説していきます。出会うきっかけがあったとはいえ必ず交際に発展するとは限りません。二人の熱愛が報じられた内容を順番に追っていきましょう。1密会報道。2017年8月に佐藤さん宅に吉岡さんが訪れて密会していると報じられました。吉岡さんの髪が濡れている状態で会っていたことなども報じられており、親密な関係が想像できます。しかしこの時点では双方の事務所は交際の事実はなく友人の一人ですとコメントしています。理由としては社交的で友人も多い佐藤さんがよく友人を招いてゲームを楽しむことが知られていたため、二人で会っていることだけでは交際を確定するまでには
至らなかったのではないかと考えられます。ニペアリング疑惑。2018年8月頃に千鳥のノブさんがインスタに投稿した1枚の写真で熱愛報道が加速しました。佐藤さんが写真に写っているのですが、佐藤さんの左手の中指に指輪が見えます。結婚指輪は左手の薬指につけるものなので恋人とのペアリングの線は薄いように感じますが、 SNS 等では多くのファンが吉岡さんとのペアリングではと考えていたようです。佐藤さんは指輪をつけることはあまりないし衣装の一つでただのファッションとコメントしていましたが、2018年10月にバラエティ番組に出演した際にも指輪をしていました。遠目からでは分かりづらいですが、シルバーでデザインも似ていることから同じものではないかと推測されます。共通点も多く、ペアリング疑惑もあったことで結婚の可能性もあった2人ですが、2018年の11月に破局報道がありました。2017年にスクープされたのが始まりになるので交際期間としては約1年ほどになります。どうして破局報道が報じられたのでしょうか。そして2人の破局を報じるきっかけとなる事件で、番組収録中に吉岡さんがロケバスに閉じこもって号泣したことが報じられました。共演者の阿部サダヲさんが話の途中で佐藤さんの名前を出したことが発端となり、このことから2人は交際していたことがうかがえます。しかし根拠が薄いため、この報道が嘘の可能性も十分にありえます。2人の関係が終わるきっかけは佐藤さんがきっかけの説が濃厚です。理由としては佐藤さんの過去の女性遍歴があります。人気女優との熱愛報道が数多く報じられ、年下年上関係ないことからそのプレイボーイっぷりが有名です。そのため2人の熱愛報道が出た時に吉岡さんのアンチが増えてファン離れが加速したと言われています。今回の破局報道も佐藤さん側が別れを切り出したのではないかと言われています。2018年に破局が報じられた2人ですが、2020年以降から復縁の可能性がささやかれていました。なぜ復縁の可能性が浮上してきたのかを解説していきます。理由としては2018年の破局報道以降に佐藤さんの熱愛報道が浮上してこなかったことが挙げられます。共演キラーとしても有名な佐藤さんが数年経った後でも熱愛報道が出ないことを受けて、 SNS では2人は復縁したのではとささやかれていました。しかし現在に至るまで復縁したという決定的な報道はなく、現時点では復縁は考えられません。復縁の可能性が低い理由を解説していきます。朝の情報番組で吉岡さんが出演している際に佐藤さんが主演の映画の告知をされていたそうです。映画の告知が流れた際に吉岡さんがカメラに映らなくなったことから、吉岡さん側の事務所の NG が出たのではないかと言われています。 SNS でも取り上げられており、破局から数年経過した後だったこともあり、復縁の可能性の低さがうかがえました。そして吉岡さんと破局してから根拠のある熱愛報道は報じられていませんでしたが、メディアが注目する女優さんが出てきました。ドラマ恋は続くよどこまでもで佐藤さんと共演している女優の上白石萌音さんです。番宣でも近い距離の2人にメディアやファンは注目しています。いかがだったでしょうか。今回は吉岡里帆さんが嫌いと言われる理由や佐藤健さんとの熱愛報道の真相や破局理由、復縁の可能性についてまとめてみました。現在でも日本を代表するお二人です。佐藤さんも吉岡さんも今後の活躍に注目していきましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。